はい、どうもこんにちは、ストリトリーってことで、今日は、山形県のね、天童市にある、ね、湯房一楽天童ってところに来ておりますよということでね、こちらのホテルも前回のね、作並みと同じような感じでオールインクルーシブルのね、ホテルになっておりますよってことでね、まあどうなんでしょうね、ちょっとまだ入ってないんでわかんないんですけど、まあこの後ね、お部屋のチェック、食事のチェックね、温泉のチェックね、徹底的にね、やっていきたいと思います。それでは行ってみよう。
じゃあね、温泉のね、感想についてね、語っていきたいと思います。まあ、温泉はね、源泉はどこも同じなんですけど、まあね、見た目はね、もうほんとね、申し訳ないですけど、水道水ですね、見た目は。うん。だけど入ってみると、まあ、いわゆる、いつも、そうだな、あれで言うと、まあ、とろみがあるような、お湯っていうのかな。うん。まあ、だから温泉感があるっていうのかな。まあ、入ってみてすぐ出るとわかるんですけど、まあ、体がポカポカするような気持ちよさがあったりとか、あとは肌がスベスベになる、まあ、こういう効果は期待できるかなってところで、まあ、残念なのがね、見た目が水道水ってもそれだけかな。うん。でも本当ね、気持ちいいです、ここの温泉も。はい。じゃあね、温泉の報告のは以上です。じゃあね、そろそろチェックアウトするんでね、全体の感想についてね、語っていきたいと思いますよと。はい。このホテル、まあ売りはあれかな、まあ、部屋よし、風呂よし、食事よし、いわゆるこれ散歩よしですね。はい、そう思っております。うん。で、特にお風呂なんですけどね、今これ部屋の風呂なんですけど、まあ、ちっちゃいじゃないですか。別に入れないわけじゃないんですけどね、まあ、だけどここで一番のおすすめのお風呂はぶっちゃけ大浴場の露天風呂。ここ空いててね、広くてね、まあ気持ちいいっすよ。うん、景色もいいしね。まあそれがちょっと総括かな。あと食事はもう朝も夜もね、もう全部うまい、言うことないです。で、部屋も豪華綺麗。はい、そういうことでね、もしね、山形のね、天童の方にね、お越しの際はね、ここのホテルね、利用してみるのもね、いいかなと思いました。ってことでね、今回の動画の方は以上となります。面白かった、ためになったって方いらっしゃいましたら、ぜひぜひね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは。